のりこ内親王内親王、自称元年11月6日上元4年4月12日は平安時代末期から鎌倉時代初期の巫女,女院、鴨茂祭院である。高倉天皇の第二王女、母は古豪、安徳天皇、後鳥羽院は伊母帝にあたる。六角宮、猫祭院、皇后宮とも呼ばれた。陰語宣言により某門院。 両親の大瀬高倉帝と、古豪、高房教園師絵巻高倉天皇とその長妃、古豪との間に生まれるが、母は出産後、平野清盛らによる迫害を受け出家、王女は、猫間中納言、藤原光隆の七女報門の屋敷で養育される。自称二年内新王宣言、鴨祭院に選定。例に習い二年後の自称四年より、紫の院に入る。 要は元年高倉院の門により、祭院を辞す。平安末期の戦乱によりしばしば滞在していた、少子内親王の五つ時代を相続して、住居とする。この間に、脅威であった平家が滅亡し、異母帝の言葉天皇が即位する、と、乗り子内親王を取り巻く環境は大幅に、好転していた。研究六年より純三皇太夫、研究九年。 土見門天皇即位に伴い、その順坊となり、順坊立皇により、皇后とされる、県営元年陰号宣言。上元4年4月12日一条室町台にて、病没。傍門院がひいきにしていた薪江氏を呼びにやったところ、今ちょうどご道具に薪江を描きかけているところですので、仕事が終わったら伺いますという返事が返ってきた。ところがこれを、傍門院に仕える女房が、 今ちょうど小持ちの女と共寝しようと仕掛けたところですので、それが終わったら伺いますと誤読したので、何ということを申すか、と牧江氏を呼びつける東王騒ぎになった。ありがとうございます。